おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和6年1月16日でございます。3回目のトライでございます。音が入ってないんじゃないかという懸念がありまして、3回トライしてるんですけど、結果的に1個目も2個目もちゃんと入ってました。ということでね、今日はこっちのマイクに借りてみました。いかがでしょうか？ AirPods Pro はやっぱりね、マイクはやっぱこっちがいいなと思いまして、こっちに行きたいと思います。さあ、皆様おはようございます。今日はですね、沖縄観測出張2日目ということで、昨日はね、羽田空港からちょこっとだけご挨拶だけしたんですけど、今日もそうですね、もう間もなく出発なんで、ちょっと短めにご挨拶だけして終わろうかなと思います。まあ、ただね、前回の11月の時はホテルから配信できるかなと思ったら、ちょっとね、回線が遅くてっていう、いろいろ、ハードルがあったんですけど、まあ、今回泊まってるところは、まあ、ちょっと日によるのかな、マシかなという感じですね。はい、佐藤ひろみさん、おはようございます。川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。マルシェの出店、いかがだったでしょうか。どうでしたかね。なんか、そうそう、ああいうイベント告知ももちろんね、シェアしたりとかお手伝いできることあると思うんですけど、終わった後こんな感じだったよレポートとかね、意外と残しとくとどうですかっていうのは、もう僕が知りたいっていうのもあるんですけど、まあ、なんかこういう、今回はこの、まあ、何回目の出店でこれとこれとこれを出品したんだけど、これについては、なんかすごくよく売れたとかね。あるいは前回これが人気だったんだけど、こっちはまあ意外と出なかったとか、これって結構研究対象だと思うんですよ。まあ、なんかその出汁の研究じゃないかもしれないけど、まあ例えばね、来た人の客層が違うのかもしれないし、なんですかね。あとはまあ、愛さんなりにこう出汁だけじゃなくて、いろいろなこう、趣旨があって、これが良かれと思って並べてるもんだと思うんですけど、まあ、それに対するプレゼンテーションがこうハマる人、ハマらない人とかっていうのも、そのうまくいっていかないっていうよりも、ハマるかハマらないかって結構相性もあると思うんですけど、まあ、そういうのとかも意外とね、なんか、記録したからってすぐに解決策が出るとは限らないんですけど、記録しておかないよりは記録しておく方がっていうね。で、多分愛さんのことなんで、メモとかは取られてると思うんですけど、これはなんかまあ一人のメモも取ってる分だけ全然取ってないよりはいいと思うんですけど、一人以上の誰か他人に見せる言葉ってこれちょっとなんか質が変わるんですよね。上がる下がるじゃないんですけど、質が変わるんですよ。で、なんか多分それがね、メタ認知の第一歩のような気もしますし、まあよかったらね、サロン内でレポートしていただいても面白いんじゃないかなと。これ多分、まあ直接出汁の研究になるかどうかは分かんないですけど、ただね、つながってはくることなんじゃないかなと。まあ単純にね、その売れ行き分析みたいな話としても見れるかもしれないけど、まあ多分その出汁そのものに関する理解もやっぱり外に、ね、お客さん来て説明してとか、まあどういう反応だったみたいなことで、愛さん自身がこう結構ね、頭の中にいろんな経験と知見が溜まっていくんだと思うんですけど、これはなんかやっぱり、どっかに外に出しておくっていうのを、場所を確保しておくとね、意外とやっぱり、研究が進みやすいと思うんですよね。まあ、だから研究者にとってはそれ何かっていうと、学会発表っていうイベントが用意されてて、で、何て言うのかな、学会発表も年に2回で形式的になっちゃったりとかしがちなんですけど、でもやっぱりあった方が
形式的に、長年やってると形式的に陥りがちなんですけど、それでもやっぱり発表した方が、なんていうか、まとまりやすいんですよね。これ不思議なことで。学校発表行ってる暇あったら、その1週間使って、分析できるじゃんって言えなくもないんだけど、やっぱりみんな行くんですよ。で、これは多分やっぱりそういうなんかオンラインサロンみたいな、なんかちょっと安全を確保して閉じたコミュニティを作って、そこに何て言うか言葉を投げ込んでおくと、自分のメタ認知の大きな助けになるっていうのを、これ多分暗黙知としてみんな理解してるから、そういうことやってんだろうと思うんですよね。ということでね、もしよかったら マルシェ出店とかね、まあなんか別に旅する出し屋としてどこ行ってきました、どこ誰と会いました、まあ新しい話が知れたらそれの話でもいいんですけど、まあもう過ぎたことであっても、意外とまあちょっと俺自分のために覚えておくためのメモで、なんか伝わるようにうまく書こうとかっていうことじゃなくても、やってみても面白いんじゃないかなといつもね思ったりしてますね。はい、ということでおはようございます。佐藤奈君おはようございます。いよいよね、大学院入試ももう1ヶ月ぐらいになってきてね、あとはまあ卒業論文も同時並行であると思うんですけど、なんか佳境っていう言い方なのかわかんないですけどね、なんか形になる瞬間がこうちょっとなんかワクワクしますよね。まあ、僕も僕でなんかね、論文書いたり学会発表したりとかっていう時に、最初こぎ出しでエネルギーかかって、なんていうのかな、いまいちこう自分が乗り切れてないのに、でもこう漕がなきゃいけないみたいな、そのちょっとしんどい時間と、乗ってきかけてるけど、まだそのパッと手離してスッと行くっていうほどでもないみたいな期間と、もう完全に乗ってますと、もうなんかほっといてもどんどん進んじゃいます、なんか頭から言葉が溢れて止まんねえですみたいな、まあ、そういう期間と、で最後に何て言うか形が見えてきて、形をかんあ作り上げたらこれ素晴らしいだろうなみたいなのを想像するんで、すごい楽しみになるみたいな、多分大体4フェーズぐらい通ると思うんですけど、どの辺にいるかっていうね、なんかそれもなんか奈緒くんのデイリートラッキングに加えて一つあってもいいかもしれないですね。なんかインス、まあ今日何したはね、サロン内に投稿してくれてますけど、これに関してはこの今手応え的に今こういう状態とか、ちょっと今しんどい時期とか、もう少しで乗れるんじゃないかという感覚があるとか、なんかそういうのも、まあそれこそセルフコーチングの領域なのかもしれないですけどね、ゆかさんがやってらっしゃるような、なんかまあのんくん自体もセルフコーチングというよりはその他の人に対するコーチングという分野かもしれないけど、まあ院試とか卒業論文とか何か仕上げるみたいな時に、結局なんかコーチングって言葉を意識してるかどうか別ですけど、何らかみんなセルフコーチングかけてるんですよね、結局ね。なんかそういうのは意外と自然にデイリートラッキングみたいなところに出てくるっていうこともあるかもしれないし、まあ意図してそういう観点を持って一行加えるみたいなのがあっても面白いかなと思ったりしました。山田友人さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。なんか由香さんのね投稿がちょっとあれ最近久しぶりだったなと思ったんですけど、なんかすごい美味しそうな ストーリーズで、であとはなんだ、走り幅跳びもね、練習の自己新記録が更新されたのかな、すごい調子良さそうで、なんか走りもすごい、走り幅跳びの助走なんだけど、まあ、走り自体もなんか明らかにかっこいいし、飛んでる感じもなんかその前にピョンではなくて、一回上にふっと上がってからのこう放物線にね、なんかなってるような感じがして、こう走り幅跳びの競技に
ちゃんとこう新しく工事つけて、よし、ちゃんと59歳60歳っていう年齢でもこんなに進化するんだなんていうのをね、なんて言うんでしょうね、しかもこうどうやってるわけじゃないんですよね、純粋に、自分の成長を喜んでるみたいな、そのまあ何だったらはしゃいでる はしゃいでるだなと思ったりする。でもそう、なんか自分より上の年齢の人がはしゃぐって、僕はなんかそうありたいなって思ってるんですよね。はしゃげる年、はしゃいでさえいれば、はしゃげる何かさえ確保しとけば、老化対策とかアンチエイジングとかじゃなくて、抗うとかではなくて、そうありたいなという年の取り方に自然になっていくなっていうのをちょっとね、ゆかさん見ててちょっと思ったりしましたね。はい、清水信之さん、おはようございます。音声入力の癖で 面白かったですね。数パーセントの音声入力に癖が出る。俺もやってみましたけどね。どうしたんでしょうね、あれは。なんかわかんないですけど。過去の入力履歴じゃないかなっていう気はしますけど。滑舌そのものは、なんか、結構パーソナライズしてると思うんですよね。今の音声入力って。結構、こっちの、例えば僕の滑舌だったら僕の滑舌の癖をちゃんとなんか理解してるような気がするんですよ。そうじゃなかったら、文字起こしみたいなのであんなに精度よくいかないんじゃないかなっていう。ただ合言葉がこれっていうのはなんか別の話なんじゃないかなと思ったり、でもね、分かんないですけど、まあでも滑舌がいいに越したことはないんでしょうけどね。練習してうまくいくようになるんだったら滑舌だったってことなのかもしれないけど、僕も何回やっても僕の癖の方に行くんで、ね、面白いですね。 はい、山本健太さん、おはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくん、おはようございます。善くんのトライが美しすぎるね。なんかもう次々に決めてて、いや本当すごいなと思いますね。で、なんかまあステップのテクニックも素晴らしいし、フィジカルも、まあ、明らかに周りの子よりも強いっていうのが動画で伝わってくるとよっぽどだと思うんですよね。ちゃんとこう、なんだろう、しっかりめにつかまってるのに振り切ってるとかっていうシーンもあったりするじゃないですか。あれもだからテクニックだけじゃないし、フィジカルだけでもないし。で、まあ頭もいいしっていうね、なんていうか こういう時にここが空くみたいなこと、多分ね、ラグビーとかだと相当頭使うと思うんですけど、そういうのもなんか見えてんだろうな、まあ、だから自在性というか、もう善君に象徴されてるな、こういうふうに渡り歩いたら勝ちだよなっていうね 思うよね。いや、本当に美しいですね。素晴らしいです。砂塚森忠さん、おはようございます。いや、もう砂塚さんの体幹がえぐいっす。コメント欄が もういよいよね、砂塚さんね、あれだけこう映えない淡々としたトレーニング記録なのに、コメント欄にああいう固定ファンのみならず、なんか新規参入者までやってきて、ちゃんと盛り上がるっていうね。いや、なんかもうでもやっぱり積み立てに勝るものないなっていうね。トレーニングで実際にね、体幹が強くなるってこともそれは積み立てだし、で、あれを記録して見せるっていうのもなんかね、特にね、なんて言うんでしょうね、見せるためじゃないと思うんですよ。自分のための記録だと思うんですよ。でも見てる人がなんか自分が言ってのしてなかったね、影響を受け取って励まされたりとか感動したりとかしてるわけなんで、本当はあの姿がこうあるべきところだなっていうのをね、もう見てて毎日思わされますよね。ペットボトル乗っけて背筋もまっすぐにして、で、あの体幹っていうね。おはようございます。
ということでね、今日も皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあねー。